おいすーきろえんです。今回は新クラス、シュラ徹底解説ということでやっていきます。ハイドスキル、無敵投げを持つ魅力あるキャラということで、これから始める人も多いと思います。基本的なとこからコアなとこまで掘り下げていきたいと思います。今回は、クラス解説、スキルセット解説、コンボ解説、立ち回り解説、豆知識ということでお送りします。それでは早速、行ってみよう。まずはシュラクラス解説ということでやっていきます。ハイドスキルを持つのが特徴のアサシンタイプのクラスとなっています。消えて、そして奇襲する。この動きがめちゃくちゃ強いです。また、投げを持つクラスであるんですが、唯一投げ中無敵のクラスなんですよね。なので、火ダメージを受けない。集団戦中でも投げてても、自分は火ダメを受けないっていう、そういう特徴も強いクラスではあります。ただ、機動力がないことが欠点なので、ハイドスキル、クールタイム11秒、消える時間8秒間のスキルで、機動力のなさっていうところをいかに補うか、歩きの上手さっていうのが、結構プレイヤースキルとして重要になってくるんじゃないかなと思います。それではスキルセット解説ってことで見ていきます。まず、仮スキルですね。仮スキルはこちらになっております。前方ガードのスキル。まあ、これをセルトにしてもらって、そして、こっちの、この PVE 用のスキルも入れてもらって、そして、これ、殺なんちゃらかんちゃら、これも入れてもらう。これセルトにしてますね。で、そしてこれを入れると。で、あとは、これを一刀両断。これ入れての回復。こっちか。が入ってるっていうようなものになっております。実際にちょっと狩りしてみましょう。はい、ハドム来てみました。やってみますと。で、シュラなんですけども、狩り性能そんな良くねえかなと思いきや、案外いいかもなんですよね。思ったよりいいみたいなイメージですけど。っていうのも、こんな感じで、すごい定点で狩ることができるんで、割といいかも。っていうような感じですね。なので、狩り性能ってところが、悪すぎて、ちょっとなーって思ってる人は、案外、ハドムの狩りとか、コントの狩りとか、合ってますよっていうことをお伝えしたいです。続いて、PVP のスキルセット、こちらになっております。まあ、一応上から順番に使っていけば、コンボが、めちゃくちゃ押しやすいという配置になっております。で、とっさに使う前方ガード上に入っているんですけども、投げなんですよね。投げが上に入っていないので、これは好みで、上に入れてもらってもいいんじゃないかなと。上に入れた方が多分とっさに使いやすいと思いますので、入れてもいいんじゃない。その場合は、まあ、一刀両断と先行捕獲の順番を変えてもらう感じかな。ちょっとコンボはしづらくなるんですけども、こっちでもまあいいのかなっていう気はします。まあその辺は好みで調整していただければと思います。また、PVP 時の進化効果オンオフについてなんですけども、切り替えるとこが一つありますね。これですね。コンボ焦点とかはこれはまあもちろんオンでやってもらうと。コンボ焦点。そうすると2回目が出るので。これは必要ですね。あとは前方ガード。スーパーアーマーの代わりに前方ガード適用。これが3レベルからありますので、まあ、ここはオフじゃなくて、オンの方がいいんじゃないかなと。また、一刀両断の進化効果の、ここ、弾爆裂。これはオンでいいと思います。普通にダメージがアップするので、よく使えますね。まあ、もちろん使わないシチュエーションとかっていうのもあるので、その辺はちょっとコンボ解説のところで、伝えればいいかなと思ってます。続いて、コンボ解説です。で、まず、フルコンボから紹介します。硬直から入って、気絶のスキル、ノックバック、ここ1回だけ。で、追加攻撃を打ちます。そして、投げて、2回やる。で、2回中に敵が起き上がってるので、ここの最後2回シュパシュパしたところを、まずは、シュパしてからの連携ハイドで、このまま消える。これが、まあ、ルート、その2ですね。で、もしくは、シュパってからの、この、切るやつで引く。まあ、敵の後ろに引かないといけないのか。敵の後ろに引きながら切る。これで去る。まあ、なので、3ルートですかね。ルートで言うと3か。フルコンボの、投げ子のルートは3つだと思ってください。で、もう一つコンボがあって、シュラってですね、まあ、ダッシュスキルから入る必要は特になくて、この気絶じゃねえや、この、ハイドですね。ハイドから、硬直のスキルからコンボを回数してもいい。ここから気絶を与えてもいいんで、まあ、そういうルートもありますよと。で、もう一つ、
配動してから回避とかで近づいて、でこの時点で敵にも見られてるんですけど、近づくとハイドっていうのは敵に視認されるので、この時点では見られてるんですけど、ハイドでなって近づいて投げ、こっからの最大ダメージ出すためのコンボルートっていうのがあります。それがハイドしてから、投げで前方ガード2回やる感じですね。これが、一番ダメージ出るかなってですね。前方ガード2回やって、追加攻撃出せない。でも、これ、キャンセルします。栄翔を途中で中断して回避で逃げる。そしたら、敵が投げキャラであったとしても、反撃を食らうことなく、これで去ることができるので、敵が投げキャラだったとしたら、これがいいですね。まあ、敵が起き上がってきても別にいいよ。反撃食らってもいいよっていうことであれば、まあ、最後まで、やってもらっても別に構いませんと。追加攻撃してもらっても構いませんという感じです。続いて、立ち回り解説ということで、まあもうこれにつきますね。ハイドのクールっていうのが11秒。そして、消えてられる時間っていうのが8秒なので、この8秒間いかに自分がうまく歩いて敵に硬直を与える、もしくは投げからの、キャッチからの大ダメージを与える。これどっちかです、どっちか。もうこれにつきます。で、まあ正直その狙うタイミングとかっていうのは自分で見なきゃいけないんですけども、一般フィールドとかであれば、バフランが見える状況であれば、このハイドするってして、ハイドが消え、なくなる時間っていうのが、この移動速度バフでわかるんですよ。この移動速度バフが消えると、ハイドが解けるっていうような感じになってるので、ここで確認することができます。ただ、ラモー戦場だと、このバフを確認することができないので、わかりません。だからラモーの場合はもう数えるしかない。ここから数えて、そろそろ消えるなっていうのを考えてやるしかないですね。そして、拠点戦での立ち回りなんですけども、無敵の投げと前方ガードを使います。まあ、例えば、ライン戦が張ってありますと、ノバがね、この辺で前方ガードやってますよと、敵とね。やってるところに、シュラがいて、で、シュラは、投げ中無敵なんですよ。なので、まあ、敵を投げる。そして、切ってる間は、ここ無敵です。通常であれば、先ほどのコンボを、まあ、やるのが一番ダメージ出るんですけども、まあ、拠点戦なんで、ダメージ、ここからは食らってしまいます、めちゃくちゃ。いろんなとこからね、攻撃来て。なので、一回ここでニュートラル回避。下がって、前方ガード、二回やる。まあ、スタックがある限り。殴ってもらって全然いいんで、これがね、結構多くなるんじゃないかなっていう気がします。投げて、下がって、前方ガードで攻撃。これやってるだけでも、敵からしたら結構うざいんで、まあ、それが一番いいんじゃないかなーって気は、しますね。で、逆に、シュラーを対面するときなんですけども、今消えてるときもドックンドックンって音鳴ってると思うんですけど、シュラーが敵にシュラーがいて消えられてるときドックンドックンっていう音が基本的にします。なので、このドックンドックンっていう音が聞こえたときは、警戒してください。シュラーがいる可能性があるので、まあ、スーパーアーマーのスキルを振るだとか、回避するだとか、まあ、そういうことをしてもらって自衛してもらうと。で、ドックンドックンの音が鳴らないときっていうのも、まあ、端末ないしバグなのかちょっとわかんないんですけども、あります。のでそれはもう仕方ない仕方ないですね。最後、豆知識ということで、まあどうってことはないんですけど2点あります。1点が村で2段ジャンプができるっていうことですね。これでも裏世界界隈ではシュラで2段ジャンプができるって騒がれてるらしくて、確かにね、シュラでしか行けないところとかがあって、結構これ探検するの面白いっていう。まあ、これがまず1点。で、2点目が、移動速度デバフ意外とエグいんだよっていうお話ですね。で、エグい移動速度デバフがついてるのが前方ガードなんですけど、これに10秒間マイナス 25% がついているので、例えば先ほど言ったような拠点戦でのムーブをやった時に前方ガードを使うことが結構多くなると思いますので、まあ、これでデバフを敵にかけれる。強いねっていうことです。ということで、いかがでしたでしょうか？まあ、シュラーのね、いろいろ語ってきましたけども、僕自身はね、拠点戦やってないんですけど、いけなくはないだろうなっていう感じあるんですよ。だって、無敵投げがあって、前方ガードもあるんだったら、まあ、ノバの劣化みたいな動きはできると思うんで、そこは活躍できるんじゃないかなっていう気はします。あとは、まあ、状況によってはハイドが刺さるシチュエーションがあったりとか、いろいろあると思いますので、シュラーの研究を進めて、行きたいなって思いつつも、シュラーは無理にする気はないので、うん。
では ただラモとかはちょっと楽しもうかなと思ってるんで、その辺はお伝えできればなと思ってます。それでは終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は火曜日が休みとなりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。